こんにちは、村山です。今日は渋谷横丁参戦ということで、やってまいりました。皆さん、渋谷横丁新しくできたスクランブルスクエアの方か行ったことありますか？僕この前久しぶりに一回行ったんですけど、もうすごいですよね。なんか街がなんか大都市を超えて、なんかもう謎の都市みたいになってて、すごいビビりました。で、入ろうと思ったんですけど、結局入れなかったんですよ。その時人がいっぱいで、コロナ禍にもかかわらず。ということで、今回はまた真彩さんに行ってきてもらったので、レポートしてもらいたいと思います。真彩さん、お願いします。はい、真彩です。今回も渋谷横丁参戦行かせていただきましたので、お話しさせていただければと思います。ここ最初行ったのは剛力さんというところで、魚がメインの居酒屋さん、魚以外も他のお店も頼むこともできるみたいな。じゃあどこのやつ持ってきてもいい感じなんですか？お店によって違うみたいで、なんか剛力さんは他のお店のも頼めるけど、なんかお店によって頼めなかったりするみたいな。そう、意外となんか普通に値段取るんですか？そうですよ。ちょっとね、カツオもすごい美味しかったですけど、はいはいはい、安いわけではない。なるほどですね。はい、2店舗目は韓国食品市という韓国料理屋さんの居酒屋に行ってきました。はいはいはい、はい。店内こんな感じですけど、韓国イメージしてる。いいですね。試みする姿勢をしたんですね、やっぱり。したくなりますよね。友達3人でそう言ったんですけど、やっぱり試みするで乾杯だねってなって、はいはい。おつまみをこうナムルの取り合わせを頼んだりして、まあ、チヂミとちょっと画質悪いですけど、はいはい、全然味、ちゃんと美味しくて香ばしくて、パチパチしてて。めっちゃ腹減る。このタコのピリ辛いタンがすごい美味しいです。めっちゃ美味しそうですね。全然辛くない。次は中国なんだ。そう、なんか韓国行ったとまだそう、酒飲みたいって、これなんですか、すごいっすね。これが名物の中華鍋レモンサワーで、はいはい、どのお店でもそのすごいバカでかい鍋とかに入れて、バケツとか金魚鉢とか入ってお酒飲めるんですよ。やばいっすね。意外と濃いめでしたね。3人で飲んでもあのグラスで 3,4 杯は飲めました。え、やばいね。結構入ってるんだ。で、小籠包食べて大満足で、またなんか前回に引き継ぎナンパの話になっちゃうけどさ、そういう感じのイメージあるじゃないですか。やっぱあったんですか、実際？私は男女で行ったので。あ、はいはいはい。あったですけど、多分男性だけでいて、うろうろ周り見てる人は大体ナンパだけ、多分女性もしっかりで、結構そこは出会いの場ではありそうな感じの空気感はありましたね。なんかちなみにその男性的に気になるんですけど、その女性のナンパ待ちのなんかこう見極め方とかってあるんですか？まず、女性だけでいるっていうことと、はいはい、携帯を結構しょっちゅう見てたりとか、はいはいはい、キョロキョロしてる感じの人は多分結構声かけられ待ちなんじゃないかなって思ってます。私、あ、なるほどですね。まあ偏見かもしれないけど、その可能性は高いと。はい、偏見ですけど。はいはいはい、ありがとうございます。渋谷横丁はしご参戦いかがでしたでしょうか？なんか今回はその結構混んでたみたいで、日本というよりはなんか中華料理とか韓国料理とかになっちゃってましたけど、なんか全国のご飯があるみたいなんで、ぜひ行ってみたいなと僕も思いました。で、まあできればそうですね、男の人2人くらいで行って、さっき言った話を実践したみたいなと思います。そのレポートもいつか上げれたら嬉しいです。渋谷横丁はしご参戦でした。いいねと思った方はいいねボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。村山亮太でした。